すいません。なんかあのバナナとか好きですか？それはフルーツとか好きですか？大好き。あのアボカドとかも好きですか？アボカド大好き。ビーガンの方だった。昼間25度ぐらいあるでしょ。夏へ。はい。撮ってるよ。ああ、そっちか。はい。マスクしてるからそうですか。絶対そう。外せない。もう汗かいちゃったから外せない。あるある。外せない。もうダメ。もう外せない。化粧直してくる。1時間ぐらい待ってますね。2時間いる。ああ、2時間か。ちょっと終わっちゃうな。10時になっちゃうな。ナイトバレー。なんかエロい。エロい系のやつですか？行きたい。玉突きですか？やかましいわね。ビリヤードですけど。マックスぐらい知らないですよ。野球選手ですか？違う。バカ適当。ちょっと稼いでそうな感じですよ。マックスぐらい。フェラーリ乗ってる人ですか？お坊さんの話。僕フェラーリ乗ってるのお坊さんしかしない。誰？マックスぐらい誰っぽいですか？大食い。いなかったっけ、てかマックスなんとか、あ、いた気がする。でも名前と違う。誰かわかんない。でも村井さんだからマックス。で、村井さん、え、何歳ですか？女性に年聞きますけど、何歳ですか？29ならマックスぐらい知ってる。絶対知ってる。あの、メガネかけてる赤いシャツ着た。全然イケメンじゃない。YouTuber。YouTuber わかんない。でもビーバー。YouTuber。大食い系の知ってる。テレビっ子。もう最近細かすぎてしか見てない。細かすぎてやってるんですか。細かすぎてやった。癖がすごいやつ。違ったぞ。マックス村井ってユーチューバーがいたんですよ。パズドラやってる。パズドラ知ってますよ。パズドラわかる。わかります。あ、まだいける。はい。記憶なくなっちゃう。すぐ。ちょっとワークしちゃう。そう。タイムリープ系なんで。ありますよ。そう。たまにある。あれ、俺また同じことやってる。毎日そう。また仕事？あ、タイムリープし、そう、なんかしなんだ。惜しい。力強い。
捉えられた。あだ名とかないですか？ないですね。昔強いて言うなら、昔旧姓から玄ちゃんって言われてた。玄ちゃん、はい、名字が玄平さんっすか？玄なんて珍しい名字。そうですね、珍しい。玄格さんだ。あ、玄格さん。原子、原子、原子、いや、インターネーション。止まってない。